タンパク質を取った方がいいって皆さん最近よく耳にすると思うんですけれども、タンパク質は実際体の中でどういう風な働きを担っているのかっていうところを皆さんご存知でしょうか。本日はタンパク質が持つ機能と働きを7つご紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。私も動画でタンパク質体質だよ、プロテイン飲んだ方がいいよっていうお話は、何度も話させていただいてるんですけれども、目に見えないところでもタンパク質っていろんな働きを担っているので、今回この動画で知っていただけるとタンパク質の体質さとか分かっていただけるかなと思いますので、最後までぜひ見ていただけると嬉しいです。まずタンパク質の機能1つ目、収縮です。収縮っていうのは主に筋肉の働きになります。自分の意思で動かすことのできる筋肉、腕を曲げたり伸ばしたりっていうのは縮んだり緩んだりっていうのを繰り返して動かしているわけなんですけれども、実はこれにもタンパク質が深く関わっています。そもそも筋肉の材料がタンパク質っていうのは皆さんご存知かもしれないんですけれども、もっと深いところまでいくと、自分の意思で動かすことのできる筋肉っていうのは筋原繊維って呼ばれるすごく細かい線が束になって筋肉を作っています。筋原繊維を作っているのがタンパク質なんですけれども、それはアクチンとミオシンと呼ばれるタンパク質で作られています。中でもアクチンというタンパク質は人体の全タンパク質の約 10% を占めているというふうに言われています。そのアクチンとミオシンが引っ張ったり離れたりすることで、こう筋肉の収縮という運動をすることができるんですけれども、収縮している時はミオシンがアクチンを引っ張っている状態で、緩んでいる時はアクチンとミオシンが離れている状態、その2つのタンパク質が総合的に働くことによって私たちは体を動かすことができるっていうところで、収縮はタンパク質の重要な機能の一つになります。2つ目の機能は酵素です。酵素ってよく耳にするかもしれないんですけれども、実はタンパク質が深く関わっています。酵素は体内に約5000種類以上あるというふうに言われていて、酵素の特徴として一つの酵素は一つの反応しかできないので、それぐらいたくさんの種類の酵素が常に体の中を動いて働くことで私たちの機能を保っているわけなんですけれども、どういう働きをするかというと、簡単に言うと物質を切ったりそれをつなげたりする時に働く物質です。具体的な例で言うと、出血した時に血が固まってかさぶたになると思うんですけれども、血を固める時に働くのがトロンビンっていうタンパク質です。あとは食べ物から取ったタンパク質は胃で分解する時に働くのがペプシンと呼ばれる、これも酵素になります。なのでこう血を固める時に物質をつなげたりだとか、タンパク質をこう切ったりとか、そういうタイミングで働く物質が酵素になります。今ご紹介した2つ以外にも、ものすごい無数に酵素が常に働いていることによって、いろんな動作だったりとか体の仕組みが成り立っているわけなんですけれども、その酵素はタンパク質ができているっていうところで2つ目として挙げさせていただきました。タンパク質の機能3つ目が防御です。バリア機能ですね。体のバリア機能なんですけれども、人間の体の免疫はこう2段構えでバリアを作っています。1段階目は自然免疫と呼ばれる免疫機能で、簡単に言うと異物が入ってきたっていうことを察知してもうすぐにそれを排除しようとする働きのことを自然免疫というふうに言います。2段階目の免疫では獲得免疫というふうに呼ばれているんですけれども、これは過去に入ってきた異物とかを記憶して、その異物に対する専用の武器を作って攻撃して排除しようとする働き、この専用の武器に当たるのが免疫グロブリンと呼ばれる、これもタンパク質からできた物質になります。なので免疫とか体の防御っていうところでもタンパク質はすごく深く関わっているので、これも重要なタンパク質の働きではないかなと思っています。タンパク質の働き4つ目、これが感覚です。実は味とか光といったこう刺激を感知するのもタンパク質の働きによって感知できているわけなんですね。ちょっと意外かもしれないんですけれども、味を感じるのは舌なんですけれども、そこにある受容体タンパク質っていうものが甘みとか苦みとか感知することで、人間は食べ物の美味しさだったりとか、反対に異物とかそういったものを感知できるわけなんですね。なので、感覚っていうところにもタンパク質が深く関わっているところを覚えておいていただきたいなと思います。そしてタンパク質の機能5つ目、輸送っていう働きがあります。ヘモグロビンとかよく耳にするかなと思うんですけれども、ヘモ
グロビンは血液中の酸素を運搬するために働くタンパク質です。あとは血液中の鉄を隅々まで行き渡らせるために働くのがトランスフェリンって呼ばれるタンパク質だったりします。他にもエネルギーを運んだりだとかミネラルを運んだりだとかいろんなタンパク質が血液中とか体液中で働くことで体の隅々まで栄養を行き届かせることができるっていうところでもタンパク質はすごく重要な働きを担っています。タンパク質の機能6つ目、構造です。具体的にどういうことかというと体のこう主な成分になるのがタンパク質っていうのは他の動画でもいろいろお話ししてきたんですけども筋肉だったり骨だったりそういったものももちろんタンパク質からできていますしもっと深くいくとコラーゲンっていうものが体を形成する上ですごく重要な役割を担っています。コラーゲンって実はタンパク質なんだよっていうところをまず意外と知られていないかもしれないのでこの動画を見て覚えていただけたらなと思います。骨はコラーゲンにカルシウムとかミネラルが沈着していくことでできるのが骨です。もっと言うと腱とか軟骨とか靭帯とかお肌とかもそうですしこれら全てコラーゲンが主成分となって構成されています。なのでタンパク質の重要な機能として6つ目に構造を挙げさせていただきました。最後7つ目の機能ですね、調整の機能です。ホルモンというのは、体のいろんな機能をコントロールする働きを担っている物質です。よく聞くもので言うと血糖値のコントロールをするためのインスリンだとか成長ホルモンとか男性ホルモンとかアドレナリンとかですね、こういったものがホルモンに当たるんですけども、ホルモンも、タンパク質からできています。トレーニングの効果を高めたりだとかインスリンとかで言うと栄養を速やかに吸収するために働いたりだとか体の機能をコントロールしているっていうところでホルモンも実はタンパク質から作られているんだということを覚えておいていただきたいなと思います。ここまで7つの機能をお話ししてきたわけなんですけども、目に見える部分以外にもすごくいろんな体の深い内側の部分でタンパク質がいろいろな働きを担っているんだということが分かっていただけたかなと思います。タンパク質が不足してしまうとこういったことと絡まって不足することでの不調っていうところにもつながってくるので、タンパク質がどういう働きを担っているかっていうところを分かっていただいた上で日頃の食事でどういうふうに取り入れていくのかとかご自身のタンパク質の必要量とかそういったところを改めてこう考えてみていただけると嬉しいなと思います。本日はタンパク質の7つの機能というところをお話しさせていただきました。この動画が少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。